どうも、さっさんです。今回は、こちら、この iPhone 12 Pro を買って、開封レビュー動画を出してから、まあ、結構時間は経っちゃったんですけど、私さっさんが前に使ってたのが、この iPhone SE だったので、まあ、これから乗り換えて、実際使ってみてどうだったのかっていう話をしていきたいと思います。まあ、もうすぐ iPhone 12 mini も出るし、なんなら今使ってるのが、この Android なんですよね。これも使ってみてるところなので、すごい今更感はあるんですけども、まあ、これからどの iPhone 買おうか迷ってる方もいますので、とりあえず参考になればなということで、今回話していきたいなと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいんですけども、まずこのデザインとか、サイズ感についてですね。これはね、正直めちゃめちゃ気に入ってるんですよね。私さっさんが買ったのは iPhone 12 Pro の、グラファイトってやつなんですけども、まず形が結構変更されたというか、この横がね、ちょっと角張った感じのデザインになって、見た目がね、かっこいいんですよね。で、もちろん使ってる素材もね、多分いいもんだと思うんですけど、高級感あるし、作りもいいし、これはね、非常に気に入っております。単純にこのiPhone SE よりも、まあ、デザインとか質感っていうのは高いなと思います。まあ、値段がね全然違うんでしょうがないかなと思うんですけど、まあ、個人的にはね、こっちの方が好みですね。そしてサイズについてなんですけど、この iPhone SE は 4.7 インチ、そして iPhone 12 Pro が 6.1 インチなので、多分乗り換えたらねめちゃくちゃサイズ差感じるかなと思ってたんですよ。こっちの方がねめっちゃでっかくて使いにくくなるんじゃないかって、心配はあったんですけど、まあ、意外とそんなことなくてですね、同じような感覚、まあ、同じようなまではいかないかもしれないですけど、まあ、こうやってね並べてみても全然違うっていう、ほどではないのがお分かりいただけると思うんですよ。まあ、なので、サイズ感とかデザインについてはね、iPhone 12 Pro にしてよかったなと思っております。ただ、重さについてですね、これは結構違いがあって、iPhone SE からの乗り換えだからね余計そう感じるのかもしれないんですけど、この iPhone SE は本体の重さが 148g、そして iPhone 12 Pro は 187g なので、まあ大体ね、この2つの差が 40g ぐらいあったので、まあ結構やっぱり重さはあるなと思っております。で、買ってから知ったんですけど、これ iPhone 12 Pro と、無印の iPhone 12、これね、全くサイズ一緒なんですけど、重さは結構違いがあって、無印の方 162g なんですよ。で、25g の差があったので、まあ軽さ重視で行くんだったら iPhone 12 の無印でもね、良かったかなと思います。まあ、カメラ機能についてとかはね、差は一応あるんですけど、まあ、言ってしまうとですね、やり直せるんだったら普通の12買ってたかなと思いますね。はい、次が iPhone 12 シリーズの目玉の一つとも言えるマグセーフ充電器についてですね。まあ、この動画見てるほとんどの方もこれの存在知ってると思いますけど、iPhone 12シリーズはこの背面にねパチッとくっつけて、充電できるようになりました。まあ、一応ね、地域格の充電器と互換性があるので、これ iPhone 12シリーズだけじゃなくて、SE とか、まあ、11シリーズとかにも、一応くっつけて使うことはできるんですけど、こんな感じでね、磁力が弱いので、反対にするとねこう落ちちゃうんですよね。っていうのと、充電速度が12シリーズと組み合わせると一番早いので、まあ、これが新たな充電の選択肢として注目されてるっていう感じなんですよね。で、結構ね、このマグセーフ充電器絶賛してる方多いみたいなんですけど、まあ、個人的にはね、そこまでじゃないかなというか、まあ、別にね、これ使うんだったらライトニングでもまあいいかなっていうふうには思いました。で、その理由なんですけども、まずこのマグセーフ充電器結構値段が高くて、4000円とか5000円ぐらいするんですよね。一つの部屋でしか使わないとかっていうんだったら、まあ、例えばこの部屋でしか充電しないっていうんだったらいいんですけど、例えばリビングでも充電するし、寝室でも使いたいとか、まあ、そういう方であればね、3つ用意するとか、それと仕事場にも置いておきたいとかなったら結構お金かかっちゃうんで、まあ、そう考えると全然ライトニングでいいのかなと思うし、あとはですね、このマグセーフ充電器の、まあ、デメリットの一つとも言えると思うんですけど、こういうねリングとか、あとですね、最近はこういうリングじゃなくて、スタンドタイプ、なんかモフト X とかそういうやつもあると思うんですけど、こういうのがついてたらですね、もちろんこのマグセーフ充電器使うことはできないです。こうくっつけられないんでね、そういう意味では、まあ、マグセーフ充電器 100% 便利っていうわけではないんじゃないかなと思います。あと普通のケーブルの方が、かさばらないんでね、まあ、どっか遊びに行くときとか、持ち歩くんだったら、まあ、普通のやつの方がいいと思うし、まあ、そういったこともあってですね、一応買いはしたんですけど、個人的にはね、まあ、使わなくてもいいかなとは、思いました。ただこういう風に、ね、背面にくっつけられる機構っていうのは結構面白くて、充電器だけじゃなくて、レザーウォレットみたいなアクセサリーもねこうやってくっつけて使うことができるので、まあ、それはね一応面白いとは思うし、それとゲームやる方、充電しながらゲームしたいっていう方結構いると思うんですけど、マグセーフ充電器だったらライトニング端子を占有しないので、これをね変換してイヤホンつけたりヘッドホンつけてこういう風に、ね、ゲームするとか、まあ、そういう風にしたい方には
ね、結構いいのかもしれないですね。はい、続いてディスプレイについてなんですけど、もともと使ってたこの iPhone SE はサイズ感とか、軽さっていうのはすごい気に入ってはいたんですけど、まあそれとトレードオフとして、ディスプレイサイズがね、もちろんちっちゃくなるので、動画がね、まあちょっと見にくいというのと、それとね、ディスプレイの解像度も低いんですよね。iPhone SE は 1334×750 ドット、そして iPhone 12 Pro とか、iPhone 12は 2532×1170 なんですよね。なので、単純にこっちの方が高解像度で、しかも大きなサイズで動画を見れるので、まあ YouTube とかもそうだし、Amazon プライムビデオとか Netflix とかそういうのをね、スマホでたくさん見たいっていう方には、こっちの方がいいんじゃないかと思ったし、まあ実際使っててね、動画見るんだったらすごい快適だなって、自分でも思いました。ただ液晶と OLED の差については、正直そこまでかなと思いましたね。OLED もちろん綺麗なんですけど、じゃあ液晶汚いのかっていうと全然汚いとか、まあ発色悪いとかそういう風に感じたこともなかったので、まあどっちか選ぶとしたらもちろん OLED なんでしょうけど、別に、ね、液晶だから悪いとか、まあそういう風にもね思わないかなと、思います。それとですね、さっきも言ったんですけど、解像度と OLED っていう点は無印12でもね同じなので、一応最大輝度に差はあるんですけど、まあ大した差じゃないと思うので、これはね正直、無印12でもいいのかなとは思いました。はい、続いて iPhone のロック解除についてなんですけど、iPhone SE はホームボタンがあるので、ホームボタンを押すと指紋認証されて、まあこういう感じでね、ロック解除できると。そして iPhone 12シリーズというか iPhone 11とか、まあその前からね、とっくに Face ID だったんですけど、俺ね、この iPhone シリーズの Face ID 使うの初めてだったんですけど、実際ね、使ってみたら、すごいいいなと思いましたね。もう全然これ顔認証の時間もかかんないし、それと iPhone SE とかホームボタンの指紋認証については、まあ便利だとは思うんですけど、例えばね、このホームボタンが汚れてるとか、指にちょっと汗かいてるとか、あとお風呂場でね、ちょっと濡れてたりすると、なかなか反応しないっていうのがあるんですけど、Face ID については、まあ顔を向ければですね、基本的にすぐロック解除してくれるので、これね、すごい使いやすいなと思って、ホームボタンより全然こっちの方がいいじゃんというふうに思いました。ただこのご時世、どっか外に行くっていうふうになると、もうほぼ 100% マスクつけてると思うので、まあマスクあると、Face ID はね、認証してくれないので、番号をねいちいち入力する必要があるので、まあ、そこはねめんどくさいかなと思います。俺ね職業からなかなか外出しないので、どっちかね一つを選ぶとしたら、まあ、Face ID の方が便利だなと思うんですけども、よくね外出先っていうか、まあ、仕事で外に行って、まあ、会社でも屋外でもどこでもいいんですけど、そういう場面で iPhone 使うことが多いのであれば、多分指紋認証の方が便利なのかなとは思います。まあそれは人それぞれっていう感じですね。はい、続いてこの2台のスペックについてなんですけど、以前 iPhone 12 Pro を開封レビューした時に ANTUTU っていうベンチマークソフトを使って、ベンチマーク測ってみたんですよ。するとですね、この iPhone SE が 458,640、 そして iPhone 12 Pro が、591,072、まあ、なので、だいたい14万ぐらいはね差はあったんですけど、普通にねなんかブラウザーでネット検索するとか、あと動画見るとか LINE するとか、まあそういう用途であれば、まあ当然じゃ当然なのかもしれないですけど、全くね差を感じずにですね、 iPhone SE でも、すごく快適にね動作してくれてました。まあ結構負荷の高いゲームをしたいとか、iPhone で撮影した動画の編集を iPhone でしたいとか、まあそれ以外のね、負荷の高いこと何でもいいんですけど、そういうのをする方は iPhone 12シリーズの方がね、最新スペックなので、快適なのかもしれないんですけど、まあ俺ぐらいの使い方であればですね、 iPhone SE でもまあ十分、快適かなと思います。はい、続いてカメラ機能についてなんですけど、この iPhone SE はメインの標準レンズ一つだけしかついてなくて、 iPhone 12 Pro は、標準レンズと超広角レンズと望遠レンズ、それに加えてですね、ライダースキャナーっていう、深度を測るセンサーみたいなのもついてます。そのセンサーによって結構すごいね AR の機能使えたりとか、あとねなんか 3D データをスキャンしてね、まあ、データ化するみたいなそういうこともできるので、結構ねすごい機能らしいんですよね。しかも標準レンズに関しては、11シリーズよりもね明るくなったので、まあ、暗所に強いというか、単純に写りもねこっちの方が、綺麗に感じるんじゃないかなと思います。なのでこの iPhone SE と iPhone 12 Pro を比べるとですね、まあ、当然カメラ機能こっちの方が優秀っていうのは分かりきった話なんですけど、iPhone 12無印と比べるとですね、正直価格差とか、本体の重さを考えると、まあ、無印でも良かったかなというか、さっきも言ったんですけど、買い直せるなら、ね、そっちの方が
まあいいんじゃないかなと思いました。というのもですね、個人的な用途としてはやっぱりライダースキャナーってね、必要ないんですよね。このライダースキャナーをね、どうしても仕事で活用したいとか、そういう方であればね、12プロとか12プロマックスじゃないと、ダメだと思うんですけど、例えば普通にね、俺で言うと猫の写メ撮ったりとか、ご飯行った時に、まあ、写メ撮ったりとか、あとはですね、まあ、YouTube で、こうやって動画撮るとか、そういうのにもね、まあ、全然使えるぐらいの画質だと思うんですけど、そういう用途では特にね、ライダースキャナー必要ないんじゃないかなと、思いました。それと一番下の望遠レンズ、これはね、無印12とかミニには付いてない機能なので、これにね、期待して買ったっていうところも結構あったんですけど、まあ、実際使ってみるとですね、ちょっと残念というか、がっかりというか、このね、望遠レンズはですね、常にいつでも使えるっていう感じではなくて、まあ、どういうことかというと、あんまり明るくない場面で、この望遠レンズにして写真撮ろうとするとですね、勝手にメインの標準レンズのデジタルズームに、切り替わってる時がね、結構あるんですよね。昼間の屋外とかだったら全然問題ないと思うんですけど、まあ、室内でね、ちょっと望遠レンズで写真撮ろうかなっていう風になった時は、まあ、勝手にデジタルズームになったりするんですよ。っていうことはですね、無印12の標準レンズのデジタル2倍ズームと同じっていうことになるので、まあ、そう考えるとね、そこまでのメリットじゃないかなって、思ってしまいましたね。はい。まあ、そういう感じなので、カメラ機能で、プロにするか無印とかミニにするか迷ってるっていう方はね、ちょっともう一回考えた方がいいんじゃないかなとは思います。はい、という感じでまとめるとですね、この iPhone 12 Pro を使ってみて、まあ、デザインかっこいいし、スペック高いし、カメラの写りもいいし、ディスプレイもね、すごい綺麗だし、まあ、いいスマホだとは思うんですけど、値段とか、まあ、重さとか、そういうのを考えるとですね、まあ、無印12で良かったかなと、個人的には思うし、もっと言うと iPhone 12 mini、もう予約したのでね、そちらも開封レビュー動画アップする予定ですけど、そっちで良かったかなとか、まあ、あと YouTube やってなかったらね、全然 SE でいいんじゃないかなとも思いました。まあ、そんな感じだったので、これから iPhone 買おうと思っている方は少しでも参考になればなと思います。ということで今回以上なんですけど、私サツさん、このメインチャンネルの他にサブチャンネル、ゲーム実況チャンネル、ミルダム、ブログ、ツイッターやっておりますので、よろしければそちらの登録やフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。